中京競馬第4競走3歳未勝利戦芝の 1400m18 頭で争われます。2コーナー引き込み戦からのスタートです。明るい日差しの中各馬の枠入り順調に進んでいきます。うちでは2番のリアライズ、10番 B.I. ブラック、4番プリモカバロ、外では16番のワールドペコ、あと3頭ほど、8番のウィズダムハート少し躊躇を促されて向かいます。6番のベルタソ、さらに18番のリトルココンがその後ろです。さあ8番のウィズダムハート少し躊躇を促されて8番ゲートに今馬体を収めました。6番ベルタソが向かいます。6番ベルタソ、こちらも馬体を収めて、さあ最後18番リトルココン、1番外18番ゲート、スムーズに馬体を収めて全馬ゲートの中スタートしました。9番の北のシェイクが大きく遅れました。さあ先行争い、内からドーバーフォーク、1番ドーバーフォークが先頭、7番シゲルノバ、さらにその間から2番のリアライズ先団、4番手に外に8番のビズダムハートがつけて、5番手16番ワールドペコ、外目から内から5番のウィンフィエルテが上がっていって、間には6番のベルタソ、そしてその後ろ1馬身内から4番のプリモカバロが接近して、それから14番のコロル、11番のアイアンムーン内並んで、それから1馬身差、外には18番のリトルココンの追走、それから2馬身相手15番モズマーカッシン、あとは4馬身離れました。その後方には17番のガルミッシュが行っています。それから3番のアームテイル、3馬身13番のタガノマカロンが行って、その後10番の BI ブラック、少し離れまして12番のグランベディア、それから大きく離れて9番の北のシェイクという体型です。縦長で4コーナーのカーブ、前は1枠の両頭ドーバーフォークとリアライズ、2頭並んで直線へ、残り400を通過、後続に4馬身5馬身のリード、シゲルノバが今3番手ですが、その外からベルタソが追ってくる、さらにその外から追ってくるのが6枠の11番アイアンムーン、坂を駆け上がって先頭1番ドーバーホーク200を通過、リードは2馬身、2番手に2番のリアライズ、3番手には6番ベルタソと11番のアイアンムーン、さあ抜けてくるのは6番のベルタソが1番のドーバーホークを捉えた、6番ベルタソゴールイン、2番手1番ドーバーホーク、3番手ワースト11番のアイアンムーン、6番のベルタソ鮮やかな足で粘る1番ドーバーホークを差し切りました。2番手11番アイアンムーン、2番手が1番のドーバーホーク、3番手が11番のアイアンムーンです。6番のベルタソ今日がデビュー戦、ミッキーアイル産駒吉田隼人騎手でデビュー戦を勝利で飾りました。勝ち時計1分21秒7、上がり4ハロン46秒7、3ハロン35秒2でした。中京競馬第4競走3歳未勝利戦、粘る1番ドーバーホーク、それを追って鮮やかな伸び足でした6番のベルタソ、ゴール寸前で捉えています。この2頭からは3馬身ぐらい離れて11番のアイアンムーンが3番手、4番手2番のリアライズ、その後に4番プリモカバロと続いています。正面の掲示板、1着6番ベルタソ、2着1番ドーバーホーク、3着11番アイアンムーン、4着2番リアライズ、5着4番プリモカバロです。確定までお待ちください。開幕馬場ではありますが、1枠2頭前だけでは決まりませんでしたね。伸びてきたのは6番のベルタソ、ここは初出走組が非常に多かったんですが、そのうちの1頭ベルタソがドーバーホークを捉えての先着、ドーバーホーク2着3着11番のアイアンムーンもこれデビュー戦でしたがちょっと人気薄ですね。最終オッズです。5番人気、1番人気、14番人気の順です。単勝6番 9.7 倍、枠連13 9.5 倍、馬連1番6番 22.1 倍、馬単6番1番 44.9 倍、三連複1番6番11番 789.2 倍、三連単6番1番11番 3669.0 倍です。確定までお待ちください。